はい、まずはですね、順番に1号艇の関裕也選手からお話を伺いしたい。前の方でお願いします。優勝戦進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。約2年8ヶ月ぶりの尼崎ですかね。大丈夫ですね。はい、はい、今まで尼崎、今回含めて何節走りました？5節目みたいですね。5節みたいですね。はい、はい、何回優勝戦乗ってます？優勝戦は今回で5回らしいですね。パーフェクトですね。今のところ、はい、ありがとうございます。なんでそんなに相性いいんでしょうね。なんですかね、でも水面乗りやすいイメージでありますし、調整も合ってるのかなと思います。調整もね、はいはいはい、そろそろ尼崎に家でも買ったらいいんじゃないですか。そろそろ稼げますよね。ね、はい、マンションとかちょっと別荘で買いたいと思いますそうですか、はい、まあ、冗談さんとも言いましょう。さあ、今回ですね、まあ、優勝に一番近い位置にあると思いますけれどもね、あえてこう不安材料というのかな、不安な要素を探すとすればどうですかね。だとすると自分のスタートですかね、はい、スタートね、はい、でもここまでどうでしょう、スタートいけてます？いけてますけど、やっぱちょっと早起こしして様子見ながらのところがあるんで、それ優勝戦で、まあ、どうかっていう感じがしますね。はい、モーター的には大丈夫ですか？モーター的には大丈夫だと思います。わかりました。優勝に向けて一言お願いします。はい、しっかり優勝して群馬に、優勝旗を持って帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。うわー、すごい拍手。やっぱり関西でも人気ですね。ありがとうございます。はい、さあ、日本の池田選手、まあ、フライング一本持っての、まあ、ハンデありますけれども、全然それ感じさせませんね。あ、まあ、そうですね。あの、しっかり壁にしながら行ってます。ですよね。そしてモーターの方もなかなかの仕上がりみたいですけど、どうですか？そうですね。問題なく走ってると思います。はい、あえて何か求めるところありますか？もう行き足から伸びよう。今日は求めと思ってます。なるほどね。まあ、1号艇もかなりの仕上がりみたいですけども、2号艇の木田堀選手、これ2コース枠なりならば2コースですけどもね、はい、この尼崎のその振ってない1枠の2コースどうですか？そうですね、ちょっと他の場と違うんで、はい、まあ、考えることはいっぱいあります。あ、ありますかね。それ裏付けとなる船足はどうですか？十分だと思います。わかりました。一気に攻めていきますか、それともちょろっといきますか？ちょろっといきます優勝に向けてもう一言お願いします。優勝できるよう頑張ります。はい、続いて3号艇は中島光栄選手、よろしくお願いします。いやー、昨日の準優勝戦かっこよかったですね。あ、まあ、新薬のおかげです。はい、いやー、それにしましてもその V 際でバーッと一瞬にして捉えた船足、皆さんどう思われました？昨日の準優勝戦かっこいいと思われました？まあ、今季3回目の尼崎ですけれども、アドバンテージというのありましたか？まあ、そうですね、はい、あると思います。どうでしょう、今回の仕上がりは過去2回に比べて。まあ、そうですね、ゴールデンウィークが一番良かったかなと思うんですけど、まあ、今回もいいと思います。はい、さあ、優勝賞も狙って昨日のような展開になったらいいですけどね。まあ、そうですね、はい、なかなかね、そううまくはいかないですけど、全然、はい、船足的にどうでしょう？そうですね、全体的にいいと思います。いいですか、はい、狙える位置にありますか？そうですね、はい、スタートはどうでしょう？まあ、スタートは課題です。課題、はい、さあ、そこね、決まっていいスタート。そうですね、はい、最後に一言お願いします。はい、今日もしっかりします。片岡正宏選手、よろしくお願いします。お願いします。これまた遠くから声援飛んでますね。ありがたいですね。天ヶ崎でまたいい仕事しましたね。はい、倉田です。この水面どうでしょう、好きになりますか？はい、好きです。大好きですか、はい、さあ、そんな水面で4号艇での登場となりますけれどもね、まあ、多分、片岡選手のね、左側にいらっしゃる方はもう角から一気に攻めてもらいたいなという願いはあると思うんでしょうけどもね。はい、自分も行きたいです、はい、行きたいですか？はい、行きたい、はい、うん、行くだけの船足どうでしょう？まあ、着いたらつけれるように頑張ります。うん、ということはこれからまだまだ作業が続くということですかね。はい、まあ、行き足から伸び、はい、スタートはどうでしょう？スタートも頑張っていきます。頑張って、はい、どれぐらい？10ぐらいでいいですか？10ぐらい、もうちょっと頑張って、はい、いやいや、あんまり頑張りすぎてもないですからね、はい、それで1マル前後目標ですね。はい、わかりました。最後に優勝に向けて一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。お願いします。
からお越しの方拍手。関西で人気あるということで、ありがとうございます。はい、いやいやいや、本当に長崎ではいい仕事してくれますね、はい、大舞台で。いやもう本当得意としか言いようがない水面だと思います。はい、好きですか？大好きです。はい、今回の調整はどうですか？好きな乗り心地にはなってないんですけど、はい、足はまずまずって言ってます。はい、ということはご肯定ですけれども、狙えるだけの船足、はい、そうですね、あの片岡君がスタート行ってくれればチャンスはあると思います。はい、一応1マル前後行きたいというお話でした。はい、片岡選手1マル前後と。もうちょっと行ってほしいですね。もうちょっと、もうちょっと05ぐらい行ってくれれば。05ですって、はい、, 笑ってますよ。あ、多分行ってくれるんで、はい、それに期待します。はい、期待しますか。はい、あ、さあ、そして、まあ、行ってくれたとして、ずっと抜ける船足、入り口出口どうです？あの出口を求めて、これから調整して、まあ、入り口は問題ないと思います。はい、そうですか。はい、ぜひバッチリ出口仕上げて、はい、はい、今回またね、いい仕事してくださいね。はい、頑張ります。優勝に向けてもう一言お願いします。はい、福島県代表として精一杯走ります。午前の方よろしくお願いします。一番声援大きかった。いや、そうですか。そうでしょ。大きかったでしょ。本当ですか。そういうことにしとこうよ。そういうことにしときましょう。ありがとうございます。はい、昨日陣容セッター足どうでした？悪くなかったと思ってます。悪くなかった。はい、全体的な仕上がりとしてはどうでしょう、優勝戦の中で。優勝戦に入ればそんなに目立つ足ではないと思ってます。なるほどね。はい、まあ、枠は外で、はい、ね、枠番主張。そうですね、ワクワクしようね。はいはいはい、コンセプトスターターどうですか？あの前節フライング切ったばっかりなんで。あ、そっか。はい、うん、ちょっとあの恐る恐る言ってた部分が1層目2層目あったんですけれども、はい、もうそこからも開き直ってるんで大丈夫です。スタートは開き直った。はい、開き直りましたね。そうですね、行かないとちょっと香川の先輩に怒られるんで。香川の先輩にね。はい、はい、まあ、先輩も行くつもりですからね。そうですね、見せてほしいです。はい、じわじわプレッシャー与えてますね。はい、さあ、そして船券に絡まなければなりませんよね、まずは。そうですね、はい、あの3着以内に入らないと意味がないんで。そうです、頑張ります。はい、はい、その裏付けありますか、船足には。あの今日もしっかり朝から試運転して、あのもうこの辺りで行こうかなと思ってるんで、はい、多分、はい、多分ですけど、多分ね、多分、パーハプスね。はい、目星はついたのですね。そうですね、多分、多分ね、多分、分かりました。その多分をね、信じますから。お願いします。はい、はい、最後に一言お願いします。高校野球もボートレースも一発勝負で何があるか分からないと思うんで、ぜひ勝ってみてください。応援よろしくお願いします。